こんにちは。今回は阪急神戸線の特急を徹底追跡します。海が見える直線区間の高速運転、迫力あるシーンに注目です。私鉄最大のターミナル、阪急大阪梅田駅です。神戸新開地へは特急で35分、運賃は450円です。8号線からこの列車に乗ります。前2両はクロスシートです。木目調の壁、緑色のシート、阪急らしい上品な車内です。1990年の製造。後ろ6両はロングシート車です。特急神戸新開地行き、出発します。重曹まで 2.4 キロは京都線、宝塚線と並んで三福線で進んでいきます。この緑色の鉄橋の下を JR の貨物線が走っています。283系特急黒潮です。ホームが狭い中津駅を通過します。スピードを上げて淀川の鉄橋を渡ります。3本の列車が並んで重曹駅に到着します。重曹は3つの路線が分かれていく駅です。駅前の木安総本舗では重曹名物酒まんじゅうが売られています。もう一つの名物は駅のホームで食べられるポテトそば、390円です。さあ、重曹駅を出発します。今度はまた別の貨物線と交差をします。もうすぐ渡る鉄橋の手前に注目です。ここです。直角に交わる線路のようなものがあります。川が増水した時に列車を通行止めにして、この扉を閉めて洪水を防ぎます。橋桁が低いんです。この神崎川鉄橋では右手に宝塚線が見えます。大阪府豊中市の南の端を通り抜けます。左手に注目です。古い線路の敷地跡が見えます。稲川の鉄橋を付け替えた痕跡です。桜の名所、旧稲川を渡ります。そして稲川を渡ります。北摂の山々が見えます。伊丹空港に着陸する飛行機と並びます。園田駅には使われなくなったホームがあります。競馬開催時用の臨時ホームです。競馬場へはバスで5分です。山陽新幹線と2回目の交差です。
力のある走りが続きます。ショッピングセンター塚新です。塚口駅を通過します。この駅から伊丹線が急カーブで分岐します。車両の左下に注目です。カーブの外側にはみ出しています。模型のように車体がはみ出す急カーブです。特急新海中期高速で走ります。上下線の線路が少し離れて向こう側を渡ります。宝塚方面の山々が見えます。右手に阪急西宮車庫が見えてきました。まもなく西宮北口駅です。今津線から合流する急カーブです。ここを平日の朝だけ準急が走ります。これです。西宮北口駅に到着です。今津線の宝塚行きと今津行きが別々のホームから発車をしています。かつてはこのようなダイヤモンドクロスで交差をしていました。そのモニュメントが駅の南東側にあります。その横には阪急ブレーブスの本拠地阪急西宮球場のモニュメントもありました。駅のコンコースには明るい広場があります。それでは西宮北口駅を出発します。西宮市内を西へ進みます。六甲山地から流れ出た宿川、その川の上に宿川駅があります。3つ目の特急停車駅宿川駅は甲陽線への乗り換え駅です。ホームは90度の角度になっています。ホームには金魚と鯉のいる池があります。宿川駅を出発します。神戸山手へ向けて坂を登ります。川の上にある芦屋川駅を通過します。神戸線の最高速度は時速115キロ、迫力ある高速運転が続きます。まもなく4つ目の停車駅岡本駅に到着です。
岡本駅前は石畳の道になっています。高級住宅街で学生の街でもあります。北側には樹木の下の改札口もあります。行き先表示器はパタパタ回転するフラップ式です。スマオラ公園行きの表示もありますね。そんな岡本駅を出発します。右手に六甲山地、左手には神戸の港町を眺めて進んでいきます。住吉川を渡ります。車窓に注目です。山手から神戸の海を見下ろします。対岸には堺仙北のコンビナートと泉山脈が見えます。岡本と御影の間の S 字カーブを時速90キロで駆け抜けます。様々な歴史が詰まった御影駅の折り返し線を通り過ぎます。並行して走る JR 線が見えています。御影と六甲の間ではこのように何度か神戸の港が見えます。そして六甲駅を高速で通過します。ロッジ風の建物の六甲駅です。1940年に廃止された上筒井駅への分岐跡です。ここは阪神大震災後の車両搬入口としても活躍をしました。王子動物園の最寄り駅、王子公園駅を通過します。土木遺産のアーチ橋を過ぎていきます。変わった形をしています。神戸市中心部に近づきました。山々が迫ってきます。ここから約3キロ JR と阪急が並走します。JR との並走区間にある春日野道駅を通過します。阪急神戸線のライバル新快速と並走します。神戸市中心部のターミナル駅、神戸三宮に到着です。 JR の新快速と山陽電鉄の車両に挟まれて神戸三宮に入線します。神戸三宮駅は2本のホームに線路は3本、ドーム状の屋根が特徴です。神戸三宮駅を発車します。JR 元町駅を横目に見ながら高架から地下へ降りていきます。独特の赤レンガの花熊駅に到着です。花熊駅の案内表示や時刻表は阪急のデザインですが、阪急線内とは異なる運賃になってます。地上には花熊城跡があります。花熊駅を発車しました。高速神戸駅に到着です。この駅の案内表示は阪神電鉄のデザインです。ご乗車ありがとうございました。高速神戸です。
新しい姫路方面特急電車ご利用のお客様は左側青茶ホームでしばらくお待ちください。この駅で阪神線が合流します。阪急阪神山陽の車両が行き交います。駅を出てすぐ港川神社があります。駅のコンコースには神戸高速鉄道の写真展示がありました。高速神戸駅を後にします。次は終点新開地駅です。終点新開地駅に到着です。大阪梅田から特急で35分、阪神阪急両方の大阪梅田へ直結し、神戸電鉄も乗り入れるターミナルです。とても早そうなお蕎麦屋さんもあります。レトロな地下街、活気ある商店街が広がる神戸の中心的な繁華街です。阪急神戸線特急の旅、いかがでしたか？3列車が並んで走る光景、迫力ある高速運転、海を見下ろす風景など魅力あふれる路線でした。新開地から先、姫路へ向かう山陽電鉄の映像もアップしています。 JR とデッドヒートを繰り広げながら海沿いを走る絶景路線をぜひご覧ください。また阪急電鉄京都線特急の映像もあります。 JR や新幹線との並走、大自然を駆け抜ける特急列車の魅力をぜひお楽しみください。最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただければとても嬉しいです。それでは皆さん、またごきげんよう。